どこに納得してんのよ。あ、どうしたの？また動物の毛が落ちてた。え、こんなところにですかい？鍵がかかってたのにかい？風？え、でもここは地下。今、毛が風でかすかになびいた。ほんと？うん。どこかに風の抜け道があるかも。風の抜け道？壁を叩いてみよう。タッチペンで下画面の壁を叩いてください。うい。じゃあ、叩く？トントコトンみたいな感じで。っていうかさ、ここじゃない？だって、明らかにさ、ボコってなってんじゃん。これ。さっきと違う。さっきって何？このあたりを叩いてみて。お前も叩けよ。おい、穴開いたぜ。はあ、ここから風が来てたんだ。もっと壊して穴を広げてみよう。何かあるかもしれない。壊していいのかな。とか言いつつ壊すけどさ。よいしょい、よいよい。っていうかさ、三発でさ、ぶっ壊せるってすごいね。この空洞、中に入ってみよう。本当に怖いもんなしだね。防空壕。あ、さっきの写真と同じじゃない？写真、ああ、これか。防空壕の様子が映っている。これだよね。で、使うと。うん。ほら、この壁の感じとか、本当だ。ね、ちょっと調べてみない？妙に息苦しいし、蒸し暑いね。私も一時間も耐えられない。まるで時間が止まったみたい。はぁ、嘘！不発弾。まだ爆発するかもしれないよ。やめて。早く出よ。もう十分調べたでしょ？いや、うちは調べてないけどね。まさか、不発弾があるなんて。早く警察に届けないと。行こう。っていうところで、ちょっともうタイムオーバーなので、はい、今回の創作ですね、第6夜かな？はい、はここでおしまいにしたいと思います。ここまで見てくださった方、ありがとうございました。ミルバケストでした。というわけで、また次回、アデュー。